11月19日土曜日の天気をお伝えします。明日は広くお出かけ日和となるところがあります。東北の雨は次第に回復しそうです。沖縄は日差しが届き、お出かけにもぴったりな天気が広がります。九州は南部ほど雨が降りやすく、一時的な雨の降り方強まりにご注意ください。中四国から近畿、関東にかけては広く日差しが届き、お出かけ日和となりそうです。昼間は気温も上がり、過ごしやすい陽気となりそうです。東北は日本海側ほど午前を中心に曇りや雨となるところがあります。太平洋側では日差しが届きますが、だんだんとこちら天気は回復し、日中は日差しが届くところもありそうです。北海道は曇りや雨となるところが多くあります。道東を中心に内陸では雨が雪となる可能性もあります。お車の運転がある方はお気をつけください。こちら日中日差しが届くところもありますが、昼間もこの時期らしい肌寒さとなりそうです。北日本の方は1日を通して暖かくしてお過ごしください。詳しい情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。